こんにちは、エヴァとたけしです。今回は、自分は悪い人間だから幸せになってはいけないという罰を与えていることがあるというテーマでお話ししていきたいと思います。私たちの中には人を傷つけてはいけないという思いがあります。人を傷つけてはいけないと思っているのに、人を傷つけてしまうことがあると、自分は悪いことをしたという苦しい気持ちになります。人を傷つけた経験が一回でも、人を傷つけた記憶を何度も思い出すことで、何度でも自分は悪いことをしたという苦しい気持ちになることができます。自分は人を傷つけたという記憶を思い出し、自分は悪いことをしたと苦しい気持ちになるたびに、私は人を傷つける悪い人間だという自己イメージが形成されていきます。私は人を傷つける悪い人間だという自己イメージが出来上がると、そんな悪い自分に罰を与えたくなります。私は悪い人間だから好きなことをしてはいけない、私は人を傷つける人間だから好きな人と付き合ってはいけない、私は人を傷つける悪い人間だから幸せになってはいけないと考えるようになります。人間は完璧な存在ではないので、どんな人でも悪いことをしてしまいます。どれだけ人を傷つけてはいけないと思っていても、人を傷つけてしまうことがあります。私たちは悪いことをしない人間になることはできません。悪いことをしたことがある私たちは、いくらでも自分は悪い人間だと責め続けることができます。友達が傷つくことを言ってしまった、パートナーを裏切るようなことをしてしまった、感情的になって子供を叱ってしまった、自分は悪い人間だと10年でも20年でも責め続けることができます。たった一回悪いことをしただけでも、自分は悪いことをしたから幸せになってはいけないと一生自分に罰を与え続けることができます。このような悪いことをした自分に罰を与え続けるという状態が、自分を許すことができないということです。悪いことをしない人間になることができない私たちが幸せに生きていくためには、悪いことをした自分を許してあげる必要があります。私は人を傷つけてしまった、私は悪いことをしたと罪悪感を感じた後は、これからはなるべく人を傷つけないように自分を幸せにしようと考えることができます。あなたは自分を幸せにすることで、人を傷つける場面を減らすことができます。あなたは自分を満たしてあげることで、人を傷つけないように配慮できる心のゆとりを持つことができるようになります。人を傷つけた自分は幸せになってはいけないと考えるのではなく、人を傷つけない人間になるために自分を幸せにすると考えていきましょう。自分を許して、自分を幸せにすることで、人を傷つけない優しい人間になっていくという罪の償い方をしていきましょう。